ヤサケです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイイエーイじゃないですよ。シンプルイエーイ。シンプルは出ましたけれども、さあこの2人がオープニングをやっているということは、はい、カジサックドッキリ企画。来ましたね。来ましたよ、はい、今回なんと、うん、新しい試みをやっちゃいます。はい、今回のドッキリは、うん、1日に同じドッキリを連続で仕掛けたらカジサックはどんなリアクションをするのか、ドッキリ。キュンです。浮かれる気持ちは分かるんですけれども、これ新しい試みなんですよ。大先生、ちょっと説明お願いしてもいいですか。はい、はい、もうね、うん、18時のね、はい、配信を見ていただいた方は分かると思うんですけれども、はい、うん、いるはずのないイチローさんがいたらカジサックはどんなリアクションをするのか、うん、全く同じことをやっちゃいます、はい、ということでございます、はい、あれですよね、はい、イチローさんではないですよね。はい。イチローさんではないですよ。今回もニッチローさん。はい、そういうことですよね。素晴らしいですよ、うん、初の試みです今回、はい、で、実はですね、はい、まだその1本目ですね、車の中でいるはずのないイチローさんのドッキリの方もまだ撮ってない状況。撮ってないですよ。そう、だからどうなったかも分かんない状態で2本目のオープニングを撮っているということ。いや、これだいぶ新しいですよ。だいぶ新しいよ今回、はい、すごいんだから。だからね、はい、ちょっと状況を説明しますと、はい、今、うん、カジサックは取材をしております吉本興業の、はい、本社の2階で取材をしておりまして、うん、取材終わりに今から行くですね、うん、はい、絶頂睡眠でおなじみのマッサージで、そう、マッサージでおなじみ、はい、悟空の気持ちに、うん、向かう、その向かう途中にこのメインの1本目のドッキリはまず行われてますね、はい、車の中にいるはずのない一郎さんがいるドッキリ、はい、で、ドッキリ終わります、はい、で、偽撮影の悟空の気持ちに向かいます、うん、はい、で、その悟空の気持ちで行われるドッキリということ。なるほど。で、ここの悟空の気持ちでやるドッキリはもう至ってシンプルです。はい、もうマッサージ中ですね、うん、顔にタオルをかけられたカジサックですよ、うん、で、マッサージしてる時に、うん、マッサージ師がニッチローさんと入れ替わる、はい、なるほど。ただこれだけでございます、はい、で、カジサックは、うん、タオルを取った時に、はい、目の前にいたらどんなリアクションをするのかということでございますよ。そういうことですよね。はい、それはもう至ってシンプルですけど、ね、至ってシンプルよ。ちなみにですけれども、うん、カジサック、うん、どんなリアクションすると思います？これ取ったら、はい、いいよ、じゃあ、はい、これとつけてます、はい、マッサージちょっとしてやる、はい、うん、で、あれ、なんか、あれ、人が変わった感じしますね。あれ、あれ、ここはマイアミですか。なんでマーリンズの本拠地なのね。絶対こうなるでしょ。なるかな。なるのよ。でも、はい、あれかもしれないですよ、うん、すぐ気づくかもしれないですよ。すぐ気づくかもしれない。どうするんですか、そしたら。すぐ気づいたら、はい、それはそれでもう面白い。もうどう転んでもいいってことですね。どう転んでいい。確かに今回、うん、それでですね、はい、もうメインになりますよね、18時に、はい、そして、うん、これ21時にあります。これだからもう本当に、ニッチローさんのツーマンセグで行きたいと思います。だいぶ新しいですね、これ。だいぶ新しいですよ、はい、というわけでですね、うん、今回、はい、主役でございますよ。はい、改めてこの方に登場していただきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。なんだよな。3時間前に見たんですよね。見たんですよ。仕上がってます。18時の時流してましたもんね。はい、はい、今回ホームラン引っ張って今回ホームランなんですよ。はい、ちょっとね、ニッチローさん、はい、今回はマッサージ店でマッサージ師の方と入れ替わるということなんですけれども、ちょっともうね、上手にここは入れ替わってください、ね、わかりました、うん、
ちょっとちなみに聞きたいんですけれども、はいはい、日露さっきで、はい、一郎さんのモノマネを始めたきっかけって言ってもいいですか？あ、それはもう周りの人からすごい似てるって聞いたよ聞いたんすよ、これ見てない方がいるかもしれないじゃないか前日はちゃんです。いや、もう聞いたんですよ。髪長かったんですよ聞いたんですよ。もう悪いです。で、一郎だったらどんなるかと何度聞いても面白いんですけどもそれなんですよ、はい、というわけでですね、はい、もうこれ扉開いたらもうマッサージ店に行こうですから。はい、はい、それではカジサックのリアクションはどんなリアクションをするのか、はい、うん、楽しみにしててください、はい、それでは参りましょう。せーの、オナシャス。どうもカジサックです。さあ今日なんですけども、マコベアということなんですが、はい、なんかちょっと珍しい企画よね、はい、これなんとトンボさんの持ち込み企画で、ありがとうございます。今私カジサックがいるのがですね、はい、悟空の気持ちさんに来てます。ありがとうございます。有名なんでしょ、めちゃくちゃ有名ですよ。そうなんでしょう。絶頂睡眠が有名。絶頂睡眠よ、はい、ね、そうなんですよ。それでトンボさんが今回こちらで企画を、はい、今回やりたいのは、はい、絶対眠ってはいけないカジサック。ありがとうございます。こちらでございます。これまあそうなんですよ、はい、そうなんですけど、うん、もう言っていいですか、はい、もう寝ますいや、ダメですよ。え、ダメですよ。我慢せなあかんの。そりゃそうですよ。そうだから、はい、眠らなかったらカジサックの勝ち、うん、眠ってしまったら負けというもうシンプルなルールでやりたいと思います。だから多分、はい、負けですよ。違いますよ、うん、絶頂睡眠来て、うん、寝るって何の企画なんですか。でもカジサックこの店本当にすごくて、うん、らしいね、なんかそうなんですよ。めちゃくちゃ忙しいですよ。人気、これ人気で、うん、なんと、うん、60万人待ちなんですよ。え、どういうこと？ちょっとピンとこないかもしれないですけど、フリーザの戦闘力並みのアホみたいな数字やけど、だからそれぐらいキャンセル待ちがもう60万人の方がキャンセル待ちをしている。60万人、うん、もうえげつないんですから。もうまあまあ一応企画的には眠ってはいけませんみたいなことでしょ、はい、うん、そうですそうです、うんうん、まあまあ多分寝ると思うんですけどどれぐらいで寝るかみたいな企画になってくるとですね、はい、でございます。さあそしてですね、今回、はい、私のこれはヘッドになってくるのかな、はいはい、ヘッドになってくるんでしょ、はい、うん、ヘッドですね。じゃあ僕のヘッドを紹介したい暴走族みたいな僕が所属するヘッドを、ご紹介したいなと思います、はい、こちらの方です。お願いします。いやよろしくお願いいたします。女性なんですね、はい、この方もこの店のエースでございます、はい、え、そうなの。はい、あ、ありがとうございます。今日は磯貝と申します。磯貝さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。昔ガンバ大阪にいましたね。磯貝さんね、サッカーで。そうなんですか。すいません、そんじゃないです。まだお若いですかね。ね、はい、そうですよね、はい、ちょっと今日は僕のマッサージしてくれるということなんで、はい、僕詳しい内容知らないんですけど、うん、これヘッド的なことですか。そうですね、頭を揉みほぐして、はい、絶頂睡眠に導いていくような施術をさせていただきます。なるほど、絶頂睡眠ですね。めちゃくちゃ楽しみでございます、はい、はい、ぜひ楽しんで受けてもらえたらと思います。わー、ありがとうございます、はい、じゃあ早速行きましょうか。やっていきましょうか、はい、はいはい、我々もそんなに喋らないんで、はい、あ、もう始まってるんですか。あ、まだ簡単にちょっと触らせてもらいます。なるほど、軽くおしゃべりしても大丈夫ですか。はい、大丈夫です。いやもう雰囲気でわかるわ。でも会社は本当に、うん、もう疲れてますから、うん、そうなのよ。俺昨日もさ、マジで朝方、断食や4時くらいだったっけなにさ、西野さんのさ、はいはい、映画公開するね、クライマックスされるやつ、プペル、煙突町のプペルのさ、はい、自分が歌ってるキングコングで歌ってるやつを、はいはいはい、まあそこそこお酒入っててんけど、はいはい、ちょっと見てもうて、はいはい、涙止まらなくなって、何してんの俺思って、夜中のね、4時ぐらいに、もう朝ですよね。最近それ多いですよね。なんか夜にお酒飲んで、感傷的なことをツイートするの多いですよね。確かにね。一回僕見た時、4回同じの消してはツイートしてましたからね。もうだから幸せだみたいなやつ。でも記憶にないんだよ、それ。もう本当疲れてるね、だから今日はまあ癒し、まあ比較的にはね。絶対眠ってはいけないですけれども、はい、まあ、とにかく疲れを癒すっていうね。そう、うん、ちょっと真剣にやっていい？あ、真剣にやってください。もうそろそろ、じゃあちょっと僕らも喋るのやめときます、ね、ちょっと迷惑やから。はい、はい、分かりました。じゃあ私も本気で。あ、よろしくお願いします。お願いします。
大丈夫ですか。磯貝さん、磯貝さん、知っていいですか。一郎さん。カイサくん、おめでとうございます。おめでとうございます。カイサくん、夢が叶いましたね。イチローさんでしょ。はい。ちょ、なんだもん。ちょっとごめんなさい。またおるやん。なに。あれ、すぐわかりました。あれ、いや、お久しぶりです。いや、さっきおてなんでイチローさんの。カイサくん、ドッキリ大成功。もうでも何なんマジ、何今日これ。カイサくん、え、今回のドッキリ、一日で同じドッキリを連続でやるドッキリでございます。はい。ちょ、めっちゃおもろいやん。カイサくん、しかもこのドッキリ同日2本出しでいきたいと思います。これ、はい、めっちゃおもろい。じゃあ俺おかしかってんやん。え、どの辺でおかしいなと思いました。じゃあなんか急になんか、はい、力むちゃくちゃ弱ない。、はい、でなんかパパパパパみたいな、全然違う感じだったのよ。いやもう正直我々笑いこらえの必死でした。危なかったっすよ本当に。じゃあなんか一回ガタンってならなかったっすか。ちょっと、はい、バッティングやってたんで、はい、バッティングやってた、まあ、どういう風にやってたかちょっと一回ちょっと、はい、イチローさんやってもらっていいですか。なんか 一瞬あれって怖ってなってたんですよ。下がり、下がりますか。磯貝さん何してるの。俺磯貝さんにやってもらったんですよ。磯貝さんも仕掛け人ですね。はい。あれ、じゃあちょっと待って、はい、おー、俺こうなってました。はい、まあね、はい、先ほどはあの顔隠されてましたけど、はい、うんうん、こうやって。何やってんの。レフト前マッサージです。綺麗にサードね、サードの後。レフト前マッサージ。レフト前マッサージ。俺それとガタンってなったのよ。うん、ちょっとちょっと行き過ぎた。走ろうとしたの。打ったの、走ろうとしたらガタンってなっちゃった。打って、はい、あらってなって。はい、なんか磯貝さんの声が遠くから聞こえてた。一回ね、一回ちょっと危ないところありましたけど。そうですね、はい、ほんでさ、はい、なんかその後に、はい、なんかチャックをなんか困難されてへんかった。あ、それはやられてましたね。はい、俺の知ってる磯貝さん、そうせいやこんなん俺な、おかしいなと思って、はい、磯貝さん読んでも、もう磯貝さんの返事がなかったんだ。そうですね。そうですね、はい。ちょ、なんなんこれ。いやー、ドッキリ大成功です。はい。いやー、面白かった。これは、はい、何なの。どういうこと、小部屋で流すってこと。違います。メインで、二本立ちです。あ、あ、メインと、小部屋じゃなくて車の中で、はい、いるはずのない一郎さんがいたら、カイサクはどんなリアクションをするのかが18時、はい、で、1日で同じドッキリをしたら、カイサクはどんなリアクションをするのかが21時、はい、2本出しです。めっちゃおもろい。すんません、一郎さん。なんか、いやいや、全然ありがとうございます。楽しかったです。こんなん初めてじゃん。初めてです。1日2本出しで同じ人が出るの。はい、まあ、日露だけに2本出しです。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。